こんにちは、カズです、今日もですね、オリジナルの手拭いを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、昔からある柄、古典柄とか伝統柄とかね、言われてますけども、これがですね、日本手拭いについたものってたくさんね、出回ってると思うんですが、ちょっとそれについてね、説明したいと思います。ちょっと見ていただけますかね。これが、青海波っていうよくね、見る柄だと思いますもんね。青い青海波ですから、海の波と書くんですね。青海波っていう、はい、とこちらは、立ち枠って言ってましたかね。湧くようにこうね、温泉の湯気がこうね、湧くようにもくもくもくというのが表現されている、このね、温泉の湯気を表現されている柄なんですね。で、日本の柄っていうのは、今お見せしたようにリピートのこの柄が多いんですよね。続くような柄で、これがやっぱり願いが込められてまして、いいことがずっとね、穏やかに続きますようにとか、そういった意味な、ずっと、コンティニューで続くようにっていう意味でこういった柄が多いんです。リピートの柄が多いんですね。で、またこの意味もですね、この青海波でしたら、穏やかな波のように穏やかな生活とか穏やかな、世の中がずっと続きますようにっていう意味の込められた柄なんですね。これはね、吉祥柄と言います。で、もう一つのこちらの柄、立ち枠っていうんですけども、これもですね、その温泉の湯気がもくもくとこう湧き立つように、会社がどん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 繁栄しますように、いいことがどんどん起こりますようにということで、そういった柄、そういったモチーフを使われているということですね。これ以外にもですね、朝の実の、ね、柄であったりとか、これはお子さんのお麦なんかに使ってたんですね。で、朝っていうのは多年草で、一年に、一遍切ってもすぐまたできる、ね、どん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 成長が早いんですね。で、やっぱりすくすくと成長してほしいということで、そういった朝の柄を使ってみたりとか、あといろいろとですね、あります。今オリンピックでね、話題の市松模様もそうですよね。これもですね、市松でずっと同じ柄が続いてて、同じことが続きますようにとね、いいことが続きますようにという意味なんですね。やっぱ日本のこの伝統柄とか、そういった古典柄っていうのは、そういった意味で、全部が全部、本当、吉祥柄ばっかりです。中には蛇の目っていうのがあって、蛇の目でちょっと睨みつけるように威嚇するんやということで作られているような柄もありますけども、それは魔除けみたいな形なんですね。で、それ以外にはほとんどがもう吉祥柄っていうのが多いんですね。ですから、日本の古典柄調べてみますと、たくさん出てくると思いますけども、ほとんどが縁起のいい柄になりますので、もし何かね、自分でオリジナルで作ろうと思うときには、その柄の意味も込めてですね、ちょっとその端の方にその柄を入れてみるとかいうのもね、面白いと思います。